っとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、誰でも簡単に育てられる観葉植物を販売しているウータンの中島大輔さん。家の中で緑を増やしたいけれど育てるのが苦手な人のために、水だけで簡単に育てられる植物を販売しています。ウータンとはマレー語で森のこと。水耕栽培を通して小さな森を表現しているんだそう。中島さんの幸せの種とは？マレーシアにも学生時代、そうですね、回ってそういった自然が好きだったので、もともといろんな自然を見たりとか、そういうことをしてました。今まで植物の仕事をですね、ずっとしてたのですけども、やっぱこう植物を育てる中で一番こう皆さんが苦手にしているのが、水やりを忘れてしまって枯らしてしまうということなんですね。水耕栽培であればこう手軽に枯れることもなく育てられるのでいいなと思ってこの商品を開発しました。水耕栽培なので水やりは週に一度だけ。売り上げの一部は自然環境を守る団体へ寄付をしています。中島さんが未来に咲かせたい夢、水で育てる小さな森ということをコンセプトにしているんですね。自然環境ではこう水っていうのは森から作られているんですね。そしてこう自宅で植物を楽しむことで自然環境を守る活動ということにも皆さんが目を向けてほしいなと感じてます。小さな森を育てて環境への関心を高める、あなたの幸せの種は今どこに？